自殺した奴らの車だよ。え、嫌ですよ僕、死体と一緒に車に乗るなんて。この際仕方ないだろ。それに車ごと運転して運んでいけば警察だってすぐに死体の身元とか調べられて一石二鳥じゃないか。むちゃくちゃですよそんなの。僕嫌です。とりあえず車が動くか見に行こうぜ。話はそれからだ。だから僕は嫌だって。嫌とか言ってる場合じゃねえだろ。車のあった場所は確か荒川さん、いい加減にしてください。冗談じゃないです。そんなことするくらいならここで警察の来るのを待ってた方がマシです。僕は絶対に反対ですからね。なんでだよ。だって自殺現場でしょ。だったら警察の検証を終えるまではその場を動かしたらダメだと思うんです。警察官に怪しまれて変に疑われたりしたら嫌じゃないですか。平気だよ女も。非常時だったからって説明すれば怒られるくらいで済むさ。ダメですよ。僕は反対です。警察に怒られるのならともかく変な容疑をかけられたらどうするんですか。確か死体を動かしたりするのって何かの罪になるって聞きましたよ。悪いな、俺刑法苦手なんだ。どっちみち非常時の選択なら最悪でも執行猶予だって。執行猶予でも罪は罪です。余計なことして前科持ちなんて冗談じゃないですよ。だからさっきから最悪の場合って言ってるだろ。そうならない可能性もあるじゃないか。それはそうですけど。だったらいいじゃないか。わかったら行くぞ。だから待って。車内は一酸化炭素でいっぱいなんでしょ。そんなのに乗ったら僕たちも中毒になっちゃいますよ。平気だって。換気するのを待つくらいどうってことねえだろ。運転してる間窓を全開にしてりゃいいんだし。窓は全部しっかり目張りしてあるんだからそう簡単には開かないんじゃないですか。何？なあ、乙部。なんですか？さっきから聞いてりゃ、まるで見てきたような口ぶりだな。練炭自殺ってことは、確かに俺もお前に話した。だけど、車の中の様子まで話した記憶はない。まして、窓を目張りしてるなんてことはな。そんなことないですよ。そういう事例の時ってどれも似たようなもんじゃないですか。そうでしょ。その通りだよな。ならいい、お前はここで待ってろよ。俺一人で行くからさ。
なあ乙部、お前本当は何か隠してんじゃねえのか。か、隠すようなことなんて何もありませんよ。ただただただだ、大体ですね、自殺者の車を借りるなんて死者への冒涜ですよ。は？死者への冒涜？そうです、死者といえど人間です、丁重に扱わなければなりません。それなのに死んだらただの荷物みたいに扱ってそのまま警察に運んでしまおうなんて、そんなの死んだ人たちに失礼ですよ。まあそういう見方もあるな。だったら、そんなに言うなら荒川さん一人で行ってください。とにかく僕は行きませんからね。おい乙部、ここは雛見沢村なんですよ。死んだ人の霊がうようよしてるんでしょ。僕までたたり殺されるなんて絶対に嫌ですからね。ああ分かったよ、それじゃ俺は一人で行くからな。ここは雛見沢村なんですよ。死んだ人の霊がうようよしてるんでしょ。僕までたたり殺されるなんて絶対に嫌ですからね。わかったよ。お前の言う通りだ、あの車を使うのはやめにしよう。別に無理しなくていいですよ。無理なんかしてないよ。まあ今思ったんだけどさ、園崎さんも車で来てるんだろ。だったらあの人の車を使えばいいんじゃねえの。あ、そうですよ、そうだ、ミオンさんの車を使えばいいんですよ。それにしても園崎さんってどこから来たんだろうな。一人で来た感じだけど。さあ、着物とか着てるんだから沖の宮とかその辺じゃないですか。まあそう考えるのが妥当だよな。それにしてもうっかりですね、最初からそれを思いつけばよかったんですよ。ミオンさんの車なら安心だ。そういえばミオンさんどんな車に乗ってるんでしょうね。さあな。この道は神社の参道に続いていますから、このまままっすぐ一
本道ですよ。どうしたんですか？あんまり乗り気じゃないみたいですけど。なあ、園崎さんってさ、本当に車で来てんのかな？ん？車乗ってきたのかなってさ。な、何を言い出すんですか？車じゃなかったらどうやって？まさか。そんなはずないですよ。そんなバカなこと。まあそうだよな。レイが俺たちと酒なんて組み交わすとも思えないし、考えすぎかな。そうさ、私は本当はあんたたちに見えている私じゃない。私はね、実は取り付いている存在なのさ。なあ、乙部、そういえばお前はどっから来たの？僕ですか？東京ですけど。荒川さんも東京ですよね？ああ。やっぱり荒川さんっていかにも東京の人って感じですからね。生まれも育ちも東京ですか？まあな、つっても下町の方だからこじゃれた雰囲気とは無縁だけど。へえ、僕実家は和歌山なんですよ。こっちの大学に受かってから訛りは必死で直しましたけどね。へえ、乙部って大学生だったんだ。ああ、はい、そうなんです。荒川さんは売れっ子ライターなんですよね。すごいですね。別にすごくもなんともねえよ。売れっ子って言ったのもその場のノリだ。ま、物書きで食えているんだからそれなりのもんだと思ってるけどさ。週刊セブンの記事読みましたよ。面白かったです。なんていうか、その読んでいてゾクゾクしたっていうか、面白かったです。そいつはどうも。昔からオカルト記事ばっかり書いてたんですか？就職してた頃は結構いろんなの書いてたけど、ここ何年かはずっとオカルトかな。就職っていうと出版社か何かですか？まあな。いいですよね、出版社。楽しいですか？まあそれなりに。お前は卒業したらどういう方面に行くつもりなの？え、
卒業したらですか？ああ、いや、何にも考えてなかったけど、出版社とかっていいですよね。憧れちゃうな。乙部は？ああ、もうすぐ神社ですね。